RC16 はオーストリアのオートバイメーカー KTM が開発した競技用オートバイである。2017年よりロードレース世界選手権モートジッピークラスに参戦している。KTM のモートジッピークラスへの参戦は2005年にケニー・ロバーツ率いるプロトン KR2V4 エンジンを供給して以来、車体も含めてのマニファクチャラーとしては初参戦となる。 5年計画でプロジェクトを進めており、2019年は4000万ユーロの予算を計上するという。他社のモートジッピーマシンはアルミニウム合金製のツインスパーフレームを使用しているが、KTM はスチールパイプで組んだトレリスフレームを選択している。サスペンションも定番のオーリンズ製ではなく、グループ企業の WP 製のものを搭載している。 KTM の首脳陣は市販車セールス上の共通点やダカールラリーなど他の分野で培ってきたアドバンテージを上げて交換トレディスフレームを使い続けると断言している。元 GP ライダー青木信厚は KTM のマシンはフレームの特性上フロントに頼ることができずリアをスライドさせながら向きを変えるようなコーナリングが要求される。ブラッドピンダーやミゲル・オリベーラのような KTM 育ちのライダーはそういった走り方が身についていると分析している。2016年の最終戦バレンシア GP にて開発ライダーのミカカリオがワイルドカード枠でテスト参戦。2017年よりレッドブル KTM ファクトリーレーシングとしてワークス参戦を始める。2017年はヤマハのテック3チームから ポル・エスパルガロとブラッドリー・スミスが移籍してきて、コンビを組み、ミカ・カリオも数戦、スポット参戦した。決勝の最高成績は、エスパルガロの9位2回。2018年バレンシア GP にて、王者マルク・マルケスと争うポル・エスパルガロ2018年の最終戦バレンシア GP は雨による赤旗中断を含むサバイバルレースとなり、エスパルガロは一度点灯しながらも、 順位を上げ、KTM 初の3位表彰台を獲得した。2019年は、ヤマハのサテライトとして活動してきた、テック3チームが、新たに、KTM のサテライト、レッドブル KTM テック3となり、2チーム4大体制で参戦する。また、通算54勝を上げ、2018年限りで、引退したダニペドロサと開発ライダー契約を結んだ。 ワークスはスミスに代わりヨハン・ザルコが加入するが、成績不振のためシーズン途中に契約解除。第13戦3割の GP でエスパルガロが予選2位を獲得し、初めてフロントローに並んだ。2020年は元にクラスランキング2位のブラッド・ビンダーが昇格して、ワークス入りする。ビンダーは三戦目のチェコ GP で優勝し、KTM はモートジッピークラス年目で、 初勝利を実現した。さらに、地元レッドブルリンクで行われた第5戦スキリア、GP で、テック3のミゲル・オリベーラも優勝。オリベーラは、最終戦ポルトガル GP で、ポール・トゥ・ウィンも達成した。エースのエスパルガロは、優勝に手が届かなかったが、ポールポジション2回、表彰台5回を記録し、ランキング5位と検討した。2021年は、 前年の好成績により、コンセッションを喪失し、他のメーカーと同条件で戦うことになる。レプソル・ホンダに移籍したエスパルガロに代わり、オリベーラがワークス入り。テック3には、ベテランのダニ・ロペトルッチが加入した。ありがとうございます。